はい。3月14日、何がありますか？ハノイで？ハノイで、イベントをやります！それでですね、イベントに来てくださる皆さんのために、なんと、これを用意しました。一つずつ紹介していきましょう。まずこれから。これ、これ何これ？広島お好み焼き？日本で有名なお菓子のフレッツですね。このお好み焼きの味ですね。皆さんお好み焼き食べたことありますか？ない人はぜひね、これをね、狙ってください。そう。で、次行きましょうか。これは。女の人。はい、これは、レモンのゼリーです。ゼリー？ゼリー。あー、レモンのゼリー。広島って、レモンが有名なんですよね。日本で一番有名。これは僕狙ってます。僕も欲しい。じゃあ、次はこれ。これ、そうですね、レモンパイ。レモンパイ。パイってちょっとねサクサクしているお菓子なんですけれども、これもレモンの味なんですね。あ、美味しそう。美味しそう。ハートの形ですよ、ハート。皆さんハートくださいね。レモンティーです。レモンティーですね。これも広島で本当に有名な、飲みたい。これはせんべいです。日本のお菓子せんべい、広島で有名なおせんべいですね。これで最後に開けてみましょう。これ、これ、じゃじゃーん、日本のお酒です。カモツルっていうお酒なんですけれども、日本酒ですね。お酒、いや、お酒好きなね、ベトナムの方ちょっと狙ってみてください。でね、今紹介したのは食べ物なんです。はいはい、これで全部じゃないんです。まだあります。じゃんじゃん、浴衣じゃん。浴衣、いいじゃん。日本の、いやいいと思うよ、これ。伝統的な服なんですけども、いやいいと思う。遊ぶとき、祭り、祭りの時にこれ着ます。暑い時汗かいても大丈夫。5個プレゼントします。5人ですよ、これ。すごいいいやつなんでね、はい、5人。いや、あの男のやつ2つ、女の服も3つあります。合計5人っていう。そうですね。ちょっと話変わるけど、ケント先生はあのベトナム食べ物で何が一番好きですか？はい、でもやっぱりフォーですよね。フォー。ベトナムって言ったらフォーしかないかな。そうですね。そういう一番欲しい、あなたたちのためにフォー。フォー。iPhone4 もあげます。はいはい、こっちも重ねて、まあ、はい、皆さん一人かな、一人ですね。 iPhone を差し上げたいと思います。はい、はい、3月14日1時半からイベントが始まります。場所は Facebook に載せてあるので、ここです。ここ皆さん参加登録しておいてください。皆さん会いたいです。では皆さん3月14日にお会いしましょう。いやー、会いたい。バイバーイ。バイバーイ。